はいえー、ではですねこれからライブ勉強会9月分を始めていきます、まあ、前回の福岡勉強会からねまだ1週間ぐらいしか経ってないんですけれども、まあ、ちょっとね話すこともたまってるので早めにやろうかなとじゃあ始めていきますよろしくお願いしますお願いしますで今回のスケジュールなんですけれども、えー、DHL っていう発送、うん、業者の ebay 特別割引について 2、えー、つ目が世ラ追っかけ害虫化の方法あとは発送代行登録効率化シート共有まああのみんなえー、っとですねその発送代行に登録する時に結構あの作業ってめんどくさいと思うんですけれどもそれを効率化できるようなシートをね、えー、作成したのでそれを共有あとは使い方を説明していきますでキーワードツールの紹介というところですねではやっていきます まず DHL の eBay 特別割引についてと DHL の eBay 特別割引とはというところで、えー、DHL には eBay セラーを対象とした特別割引キャンペーンがありますこのキャンペーンを利用すると通常の DHL 料金より約70%の送料割引を受けることができます、えー、なので商品によっては日本郵便、まあ、EMS ですね比較するんであれば より安くなるものも多いので、えー、ぜひ活用していってください。というところで、あ今、料金表見えてますこれあ見えてますね。はい、一部、はい、側で見えてます。了解です。まず、これが通常の DHL の料金になります。例えば、まあ、5キロまでっていうところを見ていくと、えー、区分で分かれてるんですね、発送先が。 で、アメリカは区分5になるので、アメリカで今回見ていくとして、で、区分5のアメリカで、えー、5キロまでの料金が29,460円ですね。4.5キロから5キロまでが29,460円。で、えっ、ー、と、eBay 特別割引の料金の場合は、えー、区分後の5の4.5キロから えー、5キロまでの料金が4,677円ってことで半端じゃない割引ですよね29,460、うん、円通常であればそれが、えー、ebay 特別割引 ebay で販売をしている人が受けられる割引で契約をすると4,677円たいですね70%の割引になるという感じになります でえっとまあ、この前の勉強会でも説明はしたんですけれども DHL の場合は溶石、えー、重量の計算を取り入れているので溶石、えー、重量っていうのは、えー、梱包サイズ縦横高さ掛けてそれ割る ÷5000 それで出した数字と実際の重量の重い方で、えー、料金を算出するというものになりますで算出方法が分かりづらい時はですね あのこういったサイトもあるので、えーまあ、今回ちょっともう省きますけれどもこういったサイトで計算しても大丈夫ですなので、えー、今回このページでは EMS、えー、と,、e、と DHL の eBay 特別割引の料金を比べて、まあ、どういった商品が DHL の方なら安いのかっていうところをねちょっと極端なあの例なんですけれども話していきます 例えば大きい荷物の場合というところで、えー、実際の重量が5キロ、5キロ箱のサイズが4 0ンチ、5 5ンチ、5 5 c m という場合溶石重量は 40×55×55÷5000 ということになって2 4 2キロ。で実際の重量が5キロになってくるので、えー、日本郵便では、えー なこの梱包サイズやら関係なく実際の重量の 5kg が適用されるので9400円と DHL の場合ではあの重い方重い方というかえこの数字が高い方が適用されるので溶石重量の2 4キロが適用されますので2 7434円ということになります。 なのでこんな風に、えー、とちょっと箱のサイズ、まあ、梱包サイズが大きい荷物の場合は THL はあまりうまみがないという感じになってきますでは次の例、えー、例えば小さい商品の場合実際の重量 5kg 箱のサイズが202015溶石重量さっきの計算式でやっていくと 1.2っていうことになってくるので、まあ、日本郵便は同じようにもう重量でしかあ見ないので5キロ同じように9400円となります DHL の場合は DHL の場合も今回は重い方この5キロが適用されますさっきは容積重量でしたけど今回は5キロあの実際の重量の方が、えー、重いので5キロが適用されて5290円と えー、大体この場合だと3,000円3,000じゃな4,000円ぐらいの違いが出てくるということですねまあ 5kg で202015っていうとうんなかなかないとは思うんですけれどもまあでもねあの僕が、まあ、またレーズ出しますけど鉄瓶だったりねそういった商品はこの DHL で送ったら絶対安くなっていくのかなとは思いますよね で、DHL の eBay 特別割引を利用する流れなんですけれども、まずは DHL へ電話して、で、電話はですね、あの、ちょっとこれリンク後から貼っときますけども、えー、普通に DHL 電話問い合わせってググってもらえれば出てくるんで、そこに電話してもらって、 で、eBay で販売しているということを伝えていただいて、eBay セラー限定の特別割引を受けたいんですと言ってください。そうすると、担当の営業さんから折り返しの電話がかかってきて、えーまあ、詳しい話を進めていくことができます。その電話の時点でも、ね、気になったことがあったら、バンバン質問してください。まあ、僕もあのかなり質問しました、いろいろね。 でその後メールで契約書などが送られてきますのでそちらを郵送してアカウント完了まで進めていくということになりますで DHL の特別割引を利用する流れ条件の続きなんですけれどもまず DHL のアカウントが必要、まあ、これはさっきの、まあ、契約書の郵送とかそういったものを行っていって えー、アカウントを作って契約完了まで持っていくとでその利用開始できるまで契約完了するまで2週間ぐらいやっぱりかかってきます郵送とか挟んでくるんでで、えー、支払い方法ですね送料の支払い方法はペーパルになります で、えーっと、ちょっとここ注意点ですかね、注意点に近いんですけれども、登録できるのは、この eBay 特別割引を登録あ利用できるのは、法人の、まあ、登記をされている方、もしくは個人事業で、個人事業だとしても、えー、野合登録をされている方限定ということでした。うん あの電話でね営業さんに確認したところ個人事業でも全然大丈夫ですということなんですが野合登録をされている方限定とまああの野合の登録なんていうものは簡単にできるのでまあパッとやって DHL これうん使っていきたいという場合はパッと野合登録して DHL の方も契約をしていくという感じでまあそこはスムーズにいくと思います。 では、その他補足注意点というところで、週間についてなんですけれども、まあ、補足の部分ですね、これは。えー、週間について、これ、地域によって異なってくるんですけれども、例えば僕が営業さんに確認したときに、僕、東京都豊島区に住んでるんですけれども、その場合であれば、当日の16時、17時、夕方の4時、5時ぐらいまでに週間依頼を行えば、当日に来てくれると。まあ、だいぶ、え柔軟に対応してくれるなという感じですよね。 でその際は契約完了後にあのログイン可能なアカウントページっていうものがあ作成されるのでそこから集会依頼を行うと、まあ、日本郵便でいうマイページサービスみたいなああいうページがあるのでそこから依頼をするという形ですかねで、えー、続いてこれも補足ですね、えー、DHL には DHL エクスプレス9時 とか DHL エクスプレス12時といった時間指定便がありますまあ、かなり早い便ですね、えー、これは別途オプション料金がもちろん発生するんですけれども eBay 特別割引は受けられます要はあの特別割引の料金にオプション料金がプラスされるっていう形ですねこういった時間指定便を使っ だからといって、えー、と ebay 特別割引ではなく通常の DHL の料金が適用されるというわけではなくあくまでも ebay 特別割引にオプション料金がプラスされるという形になりますでは補足注意点、えー、2枚目ということでアメリカイギリスドイツオーストラリア向け以外へ発送する場合の関税消費税について。 えー、上記の国以外の関税消費税はセラー側が支払う必要があります、えー、支払い時期は商品がバイヤーに届いて数日後にペーパルで払うという形ですねなので上記の国以外はそのことをバイヤーに了承してもらった上で関税消費税が発生した際の支払いをあの約束してもらった上で取引を進めるか まあ、上記の国以外はもうあのこの DHL は利用しない方が無難かなと思いますね。ヨーロッパドイツイギリスはあのヨーロッパの中でもバイヤーが払うことになってますけれども。 うん、他の国のヨーロッパのね、まあ、地域の国とかはね結構完全高かったりしてくるので、まあ、最初のうちはですねあのアメリカイギリスドイツ、まあ、ド,イドイツは今ちょっと金製品が多くなってきてるんで省いていいかなとは思うんですけど、えー、アメリカイギリスオーストラリア、えー、のみに DHL を利用するっていうのが、まあ、いいかなとは思いますこれラバさん意味わかりますかね あはい大大丈夫です大丈夫夫でですすか、うん、はいなんか分かんないことあったらあの YouTube のコメント欄でガンガン、ね、質問していただければと思いますので,、えー、で荷物のサイズや重量および配達先住所によっては別途手数料が発生するとでこれに関しては手数料を確認できるツールがありますこういったものですね、まあ、発送元はあなたの、まあ、ジャパン都市名とか入れてね 発送先入れて商品価格入れて重量梱包サイズ入れて検索っていうのを押すと手数料が発生する場合があるんですよね。うんまあ、このページでで確認できます。もしくはもう DHL に直接電話で連絡して発送先と商品の詳細重量 梱包サイズっていうのを伝えて、えー、合計の料金を聞くのがもう一番早いかなとは思いますね。ただし、アメリカにはですね、遠隔地配達手数料というものは発生しません。この遠隔地配達手数料というものが比較的発生しやすい手数料になってくるんですけれども、アメリカ宛てには発生しません。まあ、なので、まあ、なんだかんだね、ebay.com で商品売っていくと、アメリカバイヤーが多くなってくるので、 まあ結構この DHL の eBay 特別割引っていうのは本当まあ eBay 特別割引という名前だけあって、えー、結構 eBay で利用しやすい、あのー、ものになってるかなと思いますね、うん、すごい DHL さんなんか踏み切ったなという感じの、うん、70%オフっていうのも本当すごいですしねうん。 えでは続いて保険についてなんですけれども DHL さんの場合基本的に1商品あたりにまあその郵送中の破損とかがあった時の保証をつける場合え基本的に2500円1商品あたりにかかってきますもしくは商品価格の1.2%という形どちらか高い方が適用という感じになるんですけれどもえ商品価格の1.2%で2500円以上でいうとえもう21万円以上の商品とかそれぐらいになってくるので 基本的に保証をつけるる場合は、もうう2500円かかってくるという感じになります。まあ、僕自身もですね今あの2万円から3万円ぐらいの商品とか、えー、っていうのもあの日本郵便の e パケットライト保証なしの発送方法で送ったりしてるんで、まあ、そこまでですね、あのーまあ、5万以上とか10万以上とか超える商品でなければ。 あのこの保険っていうのを、まあ、かけずに発送してもいいとは思うんですけれども、まあ、そこは利益がどれぐらい出るかとか、まあ、その辺りを見て判断っていう形にはなってくるんですけれども、まあ、基本的にはですねその日本郵便の EMS と同じようなあものになってくるので郵送中の紛失とかっていうのはほとんど、まあえー、ないと思うんですよねあの確率的には。で、えーまあ、破損っていうのもそこまでないかなとは思うのでその辺りはですね商品の価格内容 ちょっと破損が心配な商品は保険これつける2500円かけてつけるとかっていう感じでまああなた自身で基準を決めてですね対応してもらえればと思うんですけれどもその DHL の営業さんに確認したところですね東京会場日動さんとかを利用ししていいいる方も多いらしいんですねこの2500円っていう DHL の保険料が高いので高い社で、えー、契約して、えー、その保証の部分を補っているっていう方もまあ多いと、えー、いうことをですね あのおっしゃっていたので、まあ、本当かなり高額な商品10万以上20万以上とかそういった商品を多く、えー、扱ってるで d h l をちょっと使うことを検討してるっていう場合は他会社で、えー、ちょっと契約してですねその保険の、えー、契約をしていくというのもいいかなと思いますで実際ですね東京海上日動さんの方に、えー、っと僕ちょっと連絡してみて今見積もりを作成してもらっている状況です でえっと、僕の場合、池袋なんで、えっと、東京海上日動の池袋支社の方の担当の方と話してですね、いろいろ事業の内容だったりを伝えて、えー、見積もりを作成していただいている状態で、まあ、料金がどれぐらいになるかっていうのはまだ確定してないんですけれども、まあ、気になる方はですね、えっと、そういった東京海上日動さんとか、そういったところに連絡してみて、ちょっと見積もりを取ってみるのもいいかなと思います。で実際、その他会社と契約するときに、どれぐらい料金かかるかっていうのは、うん 結構ね多分交渉の仕方によって変わってくるんじゃないかなと思いますね。交渉ののの仕方とと、えー、どこの支社、えー、担当の営業さんによっってて変わってくると思いますなので僕自身ですねあの今ちょっと見積もりを作成してもらってる状態で,で今度ですね実際に対面で会っていろいろ話を聞かせてもらうっていう形で進めているので、えー、その部分もですね何かあの有益な情報を が支配できそうであればまたこのライブ勉強会とかで報告していきますでこれが実際にですね DHL 営業さんから届いたメール内容の一部抜粋、えー、したものなんですけれどもまあご利用上の注意点というところだけ抜粋したんですがで最後の e b a y マーケットプレイス e b a y c o m など以外にて販売されている商品をご発送する場合は利用いただくことはできませんというところなんですけれどもまあこれも基本的には問題ないですよねえー、っと基本的にはあの EC サイトとか で発送する商品は適用できえっとこれはですね DHL と eBay 連携してあの発送のデータとかを連携して、えー、DHL さん自身もですねあの定期的にちゃんと eBay で受注された商品の発送なのかっていうところをチェックされてるようなので基本的にはもう eBay で販売した商品。 しかあこの割引は適用できないと、まあ、それ以外のプラットフォームとか EC サイトで、えー、と受注した商品の発送でこの割引を使ってしまうとちょっと契約をですね切られてしまったりとかっていうことにもなりかねないので基本的には ebay で販売した商品のみで利用していくのが安全ですで、えー、とここ ebay.com って書かれてますけれども、えー、と ebay であれば ebayau でもあのー ドットコム以外のででも利用はできますで最後ですねロシア宛の発送なんですけれども、えっと、ロシア宛の発送は DHL さんはですね今あの一時的にストップしてますなのでロシア宛には発送はできないです、えー、これがいつ改善するかっていうのはちょっと聞いてみたんですけどまだメドが立ってないというとこですねなのでロシア宛にはちょっと発送できないという感じになります DHL=eBay 特別割引については以上となりますうーん これすごいですね、うん、70%割引、ね、そうですね、うんうん、なんかこれ使えばかなり他のセラーと差別化できる部分とかそういう商品見つかりそうなんでうんうん見つかると思いますよます、ね、重い商品も送れるし、ね、なのでえっと利益計算表ですね利益あの証券メンバーの方に配ってる利益計算表もこの DHL の eBay 特別割引を反映させようと思います おおいいですねいいですよね使えたら便利、はい、うんうんですよね重さで出るってことだも、ねうんねうんうん、うん、だから、えー、とちょっと若干複雑にはなるか梱包サイズを入れないといけないってことになってくるんでそうですね梱包サイズ、うん、そうですね溶石重量も、はい、あの比べないといけないのでまあ うん、そこはプログラマーさんにお願いして作ってもらう予定なのでアップデートしてもらう予定なのでうんお楽しみですね、はい、じゃあ続いてですねセラ追っかけの外注化について話していきます